中山一世は日本の政治家、茨城県龍ヶ崎市長、元茨城県議会議員、祖父は衆議院議員を務めた中山栄一、防衛庁長官を務めた元衆議院議員の中山理章は父、茨城県龍ヶ崎市生まれ、茨城県立龍ヶ崎第一高等学校、日本大学法学部卒業、大学卒業後、父、 高山李翔の政策担当秘書を務める。1991年、李翔が宮沢内閣で防衛庁長官に任命された際は、秘書官を務めた。2005年、第44回衆議院議員総選挙に、茨城県第3区から無所属で出馬したが、自由民主党の花市康弘、民主党の小泉敏明の後陣を廃止、得票数3位で落選。2006年、 茨城県議会議員選挙に出馬、当選。2009年12月、茨城県議会議員を任期途中で辞職。龍ヶ崎市長選挙に出馬し、新人参考補による争いを制して当選した。龍ヶ崎市長就任後、育児休暇の取得率向上を目指し、特別職が育児休暇を取得できるよう条例案を提出。二千十年九月十四日の 龍ヶ崎市議会定例会で可決された。市長の育児休暇が認められたのは東京都文京区に次いで全国で2例目。2013年12月、市長に再選。2017年12月、参選。ありがとうございます。